今年の下半期はなんとね、眉毛のアイテムがすごく熱かったんですよ。新商品もたくさんで、すごく多分ベスコス取るだろうなって思う商品がたくさんあったの で、今ってね、マスクをしてるからメイクのポイントが、まあ、アイメイクと、あと大事なのが眉の印象。前まで口で表情とかを見せてたのが、あと自分の機嫌とかね、あの喜怒哀楽を口で見せたのが、もうここでしか見せられないから、眉毛の印象がすごく大事なんですよ。なのでいつもずっと同じ眉毛のアイテム使って同じ眉毛だったって人も、ちょっとアイテムを変えるだけで今っぽくなれて、マスクをしていても表情豊かでいい感じに見せられるアイテムがありますので、今日はそれをご紹介したいと思います。今日は片方だけ、これ今出来上がってるんですよ。なので落としてたところからやろうかな。そんなことやってくれるんですか？あ、ね、眉毛取ったとこあんまほとんど見せたことないんですけど、まあ、だ取んないと分かんないもんね。いいのかな。大丈夫。ちょっとパウダーで直しておきます。はい、ちょっと今落としました。よく見ると全然左右違うかな。ない、あのアムラー世代なのですっごい抜いてたんですよ。なのでほとんどそもそも毛が薄くってなくって、で多分太さ的には倍描いてんのかな。これ実はあのうっすらアートメイクが入ってるんですよ。でも今ずっとしてなくって、薄いのが残ってるだけで正直足りてないのね。なので薄いままで過ごしてて、じゃあどうしてんのっていうと、これ富士子かきたし眉ティント、これをねちょっと今日もしてあるんですよ。だから取ってもそこまでないみたいにはならない。もう即席アートメイクで、富士子の眉ティントって前あったのってここにもうベタって茶色くもう糊を貼ったみたいにやってちょっとティントさせて、そうすると数日落ちないよっていうやつだったんですけど、私正直あれはなんかやる勇気がなくて、なんかすごい顔になるから、その状態でなんか誰か来ちゃったりとか、あと万が一その状態でいきなりなんか避難しなきゃいけないとかなった時に嫌だなと思って、ずっと実は富士子の眉ティントは避けてたんです。なんですけども、新しく今期4本のペン先みたいになっていて、細かくかけて眉毛の形にティントさせられるのが出たんですよ。なのでね、実はこれで少しこういう感じで足してまして、これ4本ブラシになってるから毛が一本一本生えてるように毛並みで描けるんですよ。だからペタってならなくて自然な感じで、すっぴんで眉毛がない人はちょっとこれを少し足しといてあげるだけでなんかあるように見える。ちょっと足らないところ、私この眉下が全然ないから、これでちょっと描き足してあげるとあるように見えますっていう感じで、実は全くないわけじゃなくて仕込みが入ってます。今期多分大人気になるだろうなと思われるのが、これね、表に鏡がついてるから見せづらいんですけど、ジル・スチュアートニュアンスブローパレット、私は02番っていうのを使ってるんですけど、これパッケージも面白いですよね。ここが鏡になって、普通開けたら鏡なんだけど、ここに鏡だからパッとでこう見れるっていう素晴らしさと、開けるとねこうなっていて、なんとねこのブラシがパカってやると長い棒になる。アイブロウパレットに入ってるブラシって短いから、短いチップでこうやって描くとちょっとね力入りすぎたりとか上手に描けないんだけど、こういう2つ折りになっててパカッと長いブラシになるからとっても描きやすい。このツールがまず優秀っていうのと、色見てください、今までになかったようなこのピンクですね。
まあ、今までってアイブロウってまあ普通にブラウンか、あとあってオレンジ系とか、あと去年はちょっとパープルとか流行ってきたと思うんだけど、今年はこういうねちょっとピンクっぽさを眉毛にふんわり入れてあげて目の印象を優しく見せるっていうことができます。なのでこれブラシを使ってこの薄色とちょっと濃い色混ぜながらでないとこにさっさっさっさと足していきます。でね、アイブロウってペンシルだけで描いてるよって人が多いんですけど、それだとどうしてもすごい描いた感で眉毛だけがボーンって主張するので、必ずパウダーで自分の欲しい形を全体的に作る。太さとかね調整して、パウダーだとやっぱボケるので、少しこうオーバーに入っちゃったとしてもそんなにいきなり変な感じにはならないんですね。でこの綺麗な色味でパウダーで輪郭を作ってから、さらに足りないところの眉毛はペンシルで、私今までちょっと繰り出し式の細いの使ってたんですけど、今期これリサージちょっと平べったいペンシルですね。でこういうのって描きにくいんじゃないかなと思うんだけど、肌へのねこう描き心地がすごく描きやすいのと、あと私はこの色気に入りましたね。ちょっと赤みのあるブラウンで眉毛の色が暗く沈まない、でもちゃんとしっかり、あの明るすぎると今度抜けちゃうんです眉毛が。で写真とか撮った時眉毛ないみたいに映るんですけど、ちゃんとあるように見えて、しかもこの平べったくなってるから細いところを使えば細くも描けるし太くも描けるしっていう感じで、毛を一本一本痛くなくて描くようなことができるっていうので、すごく使いやすいなと思って今これを使ってます。これで毛がないところ足したいところ、あと毛があるように主張したいところで、眉毛って私はなんですけど上半分よりも下半分、下の方に毛がちゃんとあるように見せた方が顔が締まるんですね。で、まぶたのこの幅が広いと老けて見えるんですよ。で、まあ基準としてこの目を開いた時のこの目の幅、まつげまで入れていいんですけど、まつげが立ち上がっているところまでの幅と眉下までの幅がだいたい同じぐらいに見えてるとこうバランスよく見えて、そこが開きすぎるとちょっと老けて見えたりとか、あとちょっと意地悪そうに見えたりとかするんですね。なので眉毛の角度も大事なんだけど、実はここの幅がすごく大事です。なのでそこの幅をしっかり埋めるようなイメージで一本一本さっさっさと描いていくような感じで、これをねあんまり上の方、こっち上をここね上の方を足してしまうとなんかねちょっとびっくりしたような強い眉毛になっちゃうので、強めに描き足す場所は下半分の方ですねを足してあげます。で必ずこの反対側についてるスクリューブラシでなじませる、さっきのパウダーと今描いたペンシルをなじませてあげる。そして今期優秀だなと思ったのがアイブロウマスカラ。マスカラがねいろんな優秀なのが出てきましたが、その中でもアディクションのアイブロウマスカラマイクロっていう名前のものです。私はこれ003番使ってるんですけども、なんとめちゃめちゃ極細なんですよ。毛が細くって、あと長さも短くって全然ない人ってアイブロウマスカラで色をきれいにのせようと思うと、そのままこのブラシが地肌についちゃってベタってついちゃって失敗してっていう失敗皆さんないですか？私はね毛が薄いからしょっちゅうそれをやるので、アイブロウマスカラを塗ることをもう諦めてたんです。いらないって思ってて、なんですけども今期出たこれによってアイブロウマスカラが復活しました。でやっぱりこれを入れると入れないとで全然より自然に仕上がるというか、眉毛をで必ずね、まあ、私毛が少ないので立ち上げるほどもないんですけど、立ち上げて毛の裏側にも色を入れながら元欲しい方の毛並みに沿って塗っていくと、このねマイクロブラシが
地肌につかず毛だけを拾って自然に毛を染めてくれます。どうでしょう。でおすすめは、私はこの今使ってるパウダーと馴染みのいいこのアディクションの03番、マイクロの03番を使う時と、あともっとちょっと柔らかく可愛らしい感じにピンクにしたいという時、これもねブラシ自体は太いんですけど色がとっても可愛いので、これをつけたい時はちょっと慎重に、地肌につかないように、特にちょっとふんわり見せたいところ上の方とかですかね、下をぼかしちゃうと眉毛がちょっとまた飛んでしまうので、上の方でくっきり強くなって主張が強いなと思った時に、このピンク色を上半分だけやってあげると柔らかい印象になります。こうどうでしょう。揃ったかな。わかりやすいです。揃ってます、はい、あでちょっとこうやってみたら外が足んないかもって思ったらば、まあこれねだから1回で描こうとしないで、あの眉毛描く時の鉄則なんですけども、あのどうしてもこう鏡だけを見て、正面の鏡だけ見てこう描くことありますよね。でもそれだと横から見た時とか人が横から見た時には変だったりするんですよ。なので必ず合わせ鏡とかにして、横からの角度をこうやってチェックして、あちょっと足りてないなとか、あと眉尻の角度が下がりすぎてたなとか平行すぎたなとかあるんです。あとこの固まってる決め顔で描いてても表情を動かしてみたら眉毛と表情がこううまくいってなくって不自然に見える時もあるので、ちょっとこうやって動かしながら鏡でチェックして、あ少し眉尻今日足らないな、外側目に足りなかったなって思ったら描き足す、描き足してまたちょっと描き足したら確認して、大丈夫だったら OK、 足りなかったらまた描き足すみたいな感じでやってあげるといいです。どうでしょう。分かりやすい、綺麗です。そうで、まあ、もちろんこれで私眉毛は仕上がりじゃなくて、年季の入ってるすごいんですけど、しかもこれ2個目なんですけど、コスメデコルテのコントワリングパウダーアイブロウ BR302 のここの色がシェーディング、眉毛周りのこの彫りを綺麗に見せるのにすごく便利で、あとこのついてる付属のチップもとっても描きやすいので、ここですね、この眉頭を最後ぼかすようなイメージでこっち側につなげる。眉頭が強いとこれまたちょっと不自然で描きすぎちゃった眉みたいに見えるので、必ず眉頭を綺麗にぼかしてあげながら鼻筋のラインに流していくっていうのをやってあげると、はい完成です。眉毛の形とか雰囲気を変えるシチュエーションってどういう風に決めます？お洋服に合わせるのかとか。形は変えてない。形は変えてない、うん、基本的には形は変えてなくって色ですね。今年は色で変えましょうっていうのが下半期のトレンドで、なのでまあ着てるお洋服とか髪色とかで、まあ柔らかく見せたいなとかキリッと見せたいなとか、ちょっとモードっぽくかっこよく見せたいなで、使う色を変えるだけで形を変えなくても雰囲気を変えられます。形はねやっぱりこれがトレンドとかこういう形であるべきっていうよりかは、その人の骨格とか顔の雰囲気に合えばそれでいいと思うんですね。なので表情にちゃんとついてくる眉の形っていうのを決めれば、それが多少こう上がってる眉毛であろうが平行であろうが、今はどれかが正しいとかではなくって、あのどんな眉毛でもその人らしさが出てればいいのかなと思います。なのでどちらかというとお洋服のテンションで気分で、今日はオレンジ目にしようかなとかピンクにしようかなとか、ちょっとアッシュ系にしようかなみたいな感じで、あとはちょっとだけ太さを変えるとかで、あの意志の強さを出したりとかっていう感じでやってみてください。